ージェンシー発進終了タイム55秒07。まあまあの線だな。新記録だ。やったね。ついに1分切ったわ。リンダーソー、早瀬勝、ケイベックリン、スライダンパー、以上4名 AGT 発進訓練終了しました。所要時間は55秒07です。まだまだだな。こんなに時間がかかってたんじゃ、気がついた時には全滅させられてるぞ。全員エマージェンシー出動タイムは30秒以内に縮めろ。そんな、いくらなんでも無理です。俺たちは20秒でやってた。それは20秒？神業だ。へっ、そりゃ見てたわけじゃないっすからね。なんとでも言えるでしょうけど。一人前に口答えをしたかったら、やることをやってからにしろ。荒っぽい先生だな、リョウ。俺たちの時に比べりゃ天国みたいなもんさ。誰かさんもよく殴られてたっけ？人は叩かれて皆大人になる。それよりなんかよか、クリス。速達だよ。サンキュー。いつもこれだ、あの分からずやめ。お坊ちゃま、お手紙が届いておりました。サンキュー、ジー。お坊ちゃま、旦那様のお話もう一度よく考えてあげてください。友達からコンサートの招待状だ。ジー、親父のことよろしく頼むよ。坊ちゃま。ご苦労様。おじさま、お帰りなさい。ただいま。よかった。どんなことをしてでも長官を連れてこいって招待状に書いてあったんですもの。あいつらしいな。さあ、いよいよフィナーレよ。落ち着いてお願いね。なんといってもウェディングドレスは女性の夢、全世界の女性の幸せを願ってデザインしました。モデルはユーキー・サラさん。これ、私からのプレゼントと言いたいとこだけど、君のファンからよ。お安くないわね、もう。私にファンから？あいつだ、柄にもなく気取ったことしてさ。いくぜ。Thank you.
ためなら命かけ守っちまう男はバカに戦士さ忍び寄る巨大な影が街角に追う悲しい笑顔はもう見たくないぜ熱い言葉言い出せるまま原、お前のこと歌ってんじゃないのか冗談じゃないわよ条例によりこの店の営業は9時までとなっております当店はこれで閉店とさせていただきますお客様は速やかにお帰りくださいチッせっかく盛り上がってこれからって時に市民の皆様こちらは中央管理局です安全のため深夜の外出は控えるようにお願いします市民の皆様こちらは中央管理局です安全のため深夜の外出は控えるようにお願いしますどうかしたんですか長官いや別に何でもない脅かしっこなしですよせっかく無下野郎を倒して平和を取り戻したのにねローラはいそうだったなああすまんが私は会議があるのでこれで失礼するよ今夜は楽しかったって忍に言っておいてくれマサとローラをよろしく頼むよわかりましたおじさまここんとこすごく忙しそう俺もちょっと出かけなければならないんだ失礼するぜどこに行くの修行の旅ってとこかな修行山にでもこもるつもり忍によろしくないい勉強になったってはあよ、お待たせ俺の歌もまんざら捨てたもんじゃないだろはい、とっても素敵でしたあれ後の二人さんは寮がよろしくって、なんだか知らないけどとっても勉強になったんだって長官も忍によろしくってさこれから会議があるんだってなんだ、二人とも帰っちまったのかへへへ、俺はローラって約束があるんだ悪いけどここでねマサと約束ってまあいいじゃん、二人で走ろうよおい、ちょっと待てよ面白かったよ、忍。じゃあね。おい、マサト。チお父さんが倒れたって聞いて飛んできたんだけど元気そうなんで安心しましたん私の体はそんなにやわじゃないそれよりマサト私にもしものことがあった時この式部家を継ぐのはお前しかおらんヒーローごっこはそろそろやめて戻ってこい僕は戻る気はありません父さんが何と言おうと重戦機体はやめないあ、父さんうるさいこの親不孝者いやー危ないところだったなごめんねローラ怖かったろでも面白かった何か考え事してたのマサトうん別に忍のやつサラとうまくやってるかななんてね忍さんサラさんのこと好きみたいやっぱりローラもそう思うだろでもあいつらまた喧嘩だよきっとなに荒れてるのよ、忍人がせっかく招待状出してたまにはパーッとやろうと思ったのによ私とじゃ不満、忍そういうわけじゃないけどよあっそう
迷惑だったら帰ってもいいのよ、私。ちょっとどこ行くんだよ、サラ。おい、待てったら。何膨れてんだよ。俺なんか気に障ること言ったか？自分の胸に聞いてみな。待てよ。何すんのよ。俺は本気だぜ、サラ。忍。なんちゃってね。もう、いて。何よ。バッキャロいてえじゃねえか。おい、待てよ。ちぇ、バンディッツが侵入。かなりの被害を受けたようです。侵入は A ブロックで必ず食い止めろ。A ブロックにもバンディッツが。ここに A ブロックコンピュータールーム破損。第二フォーメーションを取れ。作戦終了。全員引き上げる。Cエリアのハイウェイ分岐点でバンディッツを発見。我々はトラックをバイクの一団を頼む。了解。バンディッツめ、今日こそ逃がさんぞ。お持ちいたしましょうか。いや、結構。メキシコにはあとどのくらいかかりますか？
あと5時間ほどで到着の予定ですが。ありがとう。いいえ、失礼いたします。そんなに怖がるなよ。ちょっと付き合ってくれてもいいだろ。どうせ戦争で死ぬかもしれないんだ。お互い生きてるうちに。いいじゃん。誰だ。サラ。あんた、それ以上その子に手出しをすると戦争に行く前にここで死ぬことになるよ。うるせえ。ついでにこいつもやっちまえ。この野郎。相手を見てからそういうセリフは言うんだね。さあ、まだやるかい。俺が悪かった、許してくれ。今さら甘ったれるんじゃないよ。もうやめて。もういいの。何もかも戦争が悪いのよ。戦争さえなかったらその人たちだって礼儀正しい人でいられたはずよ。誰だって戦場へ行くのが怖いのよ。だからそれを紛らわそうとしてこんなことしたんだわ。お願い、もう許してあげて。さゆり、あんたって子は。あんたたちついてるよ。私の気が変わらないうちにさっさと消えな。ごめんな、俺たちが悪かったよ。ごめん。許してくれよ。怖かった、怖かったのよ。さゆり。友達に用事があるんだから。この先は管理局のセンサーに許可登録されていない方の立ち入りは禁止されています。別に怪しいもんじゃないよ。友達に会いに来ただけだって言ってるだろ。お引き取りください。レディーに向かって失礼じゃない。私は重戦機。なかなか威勢のいいお嬢さんだな。パトロールに引き渡す前におじさんがしばらく遊んであげようかね。何すんのさ。離せこの野郎。さっさと帰ればいいもの。また隊長の餌食だぜ。木下、やめなさい。博士。その人は私のお客様です。失礼を働いたことをお詫びしなさい。早く下ろしてよ。申し訳ないことをした。まったくもう。サラ、久しぶりね。士官学校以来かしら。さゆり、本当にあなたなの？よく来てくれたわね、サラ。会いたかったわ。ずいぶん荒れてるようだね、坊や。女にでも振られたのかい？なんだと？夜更かしも自由にできないなんて嫌な世の中だよね。誰だよ、あんた。俺に用でもあるのか？どう？私の店に来て一杯やらない？店なんてどこにあるんだよ。来るのかい？来ないのかい？一つだけ言っておく。俺は坊やじゃないぜ。私にとって年下はみんな坊やなの。
まなるようになるさ。さあどうぞ。どう、気分は晴れそう？ああ、ところであんた。まあ適当にやってよ。あれが重戦機体の藤原忍よ。どう、楽しんでる？ああ、しかしあるところにはあるもんだな。気に入った？私はこの店のオーナーで敷島レイミ、よろしくね。レイミか。俺は藤原忍、よろしくな。それじゃ二人の出会いに乾杯。夢なんて誰でも見るさ。でも近頃毎晩同じ夢ばかり見るって言うんだ。それでローラはどんな夢だって言うんだ？俺たちみんなが。おう、リョウ、しばらく顔見なかったけどどっか行ってたのか？おかえり、リョウ。彼女んとこでも行ってきたのか、リョウ？リョウはそんな芸当のできるやつじゃないよ。旅といや修行の山ごもりが相場だよな。まあそんなところだ。ところで何の話だ？それがさ、ローラが近頃嫌な夢ばかり見るって言うんだ。だからそれは女の子の趣味みたいなもんだって。まあ忍はちょっと黙ってたよ。それで何だって言ってるんだ、ローラは？うん、俺たちみんなに何か危険が迫ってるって。それもすごく重大な。差し当たってそういう状況ではなさそうだがな。その夢当たってんじゃないの？誰かさんにとってはだけどね。そりゃどういう意味だよ、サラ。誰も忍だなんて言ってないわよ。それとも何か後ろめたいことでもあるのかしら？この…訓練じゃないのこれ。何が起こったんだ？ヘイ、マサル、これは訓練じゃない、本物だ。グズグズするな。何ボケっとしてんのよ。サラ、さっきの話の続きは後できっちりつけるからな。言い訳でもするつもり？ち、先に行くぜ。テイクオフ、スタンバイ、オーケー、ゴー。すげえ、エマージェンシーコールから20秒しかかかってないや。芝生さんの言ったことは嘘じゃなかったんだわ。あずき博士、敵のデータを。君たちにはすまんが、まだはっきりとしたことは分かっていない。何者かによって U2 エリアが攻撃されているということだけだ。 U2 エリア？発射用意、撃て！U2 エリアが見えてきたぞ。正規軍が敵を食い止めている。市街地に入る前に奴の進路を変えてくれ。博士、奴の新しいデータは？すまん、まだ情報不足だ。それじゃ何も分からねえ敵と一戦交えるっつうわけかよ。とにかくぶちのめすしかなさそうね。久しぶりに重戦機体の活躍を見せてくれよ。気分でも悪いのかい、マサト？いや、なんでもない。ローラの夢のことなら忘れちまいな。あ、分かってる、行こうぜ。
護衛船が簡単に突破されてしまった。やな化け物野郎、一足お先に行かせてもらうぜ。気をつけろ忍ぶ、任しとけって。やっぱり俺にはこっちの方が性に合ってるぜ。下は市街地だ、ヒューマノイドモードで着地せよ。了解。はい、離脱。なるほど。久しぶりの実戦で宦官にぶったかな。へえへえ、色ボケじゃないのかい。何？いちいちうっせえぞ。くらえ。おん。サラ、聞こえる？私よ。さゆり、何なの？管理センターコンピューターの分析結果が出たわ。それによると、そいつのボディは地球上の金属じゃないわね。信じられない強度だわ。地球のじゃないって、それじゃひょっとして無限の残党とでも言うの？さあ、それは、でもその可能性はあるわ。とにかく無茶はしないでね、サラ。ありがとう、死ぬようなヘマはしないわ。心配しないでさゆり。じゃあまた何かあったらコンタクトするわ。サラ、無限の残党らしいってのは本当か？ああ、そうと決まりゃ心置きなく叩きのめしてやるぜ。藤原、聞こえるか。長官、このまま進むと市街地が危ない。なんとかおびき出してくれ。わかりました。奴の進路を変えるんだ。全員足を狙え。アグレッシブビーストチェンジ。あの方角はダメだ。そっちに行くな。アグレッシブビーストチェンジ。あんたらしくないよ。やつの行く先には別荘があるんだ。あそこには、あそこには親父がいるんだ。待って。だいぶ近づいたな。自業自得かもしれん。わしにふさわしい死に方だ。あなた、たまにはマサトと遊んでやってくださいな。今日はもう学校は終わったのかね。うん、テストだから早かったんだ。これタンクでしょ、パパ。かっこいいな。僕も大きくなったらパパの後継ぐんだ。そうかそうか、パパのものは全部お前にあげるよ。まったく、あなたはマサトには甘いんだから。おマサト。お前もいつかは父さんの気持ちを分かってくれる時が来るだろう。やめろ！
さそう。奴から離れろ。踏み潰されるぞ。ブザードを破壊しろ。長官、市民はまだ完全に避難していない。何としても奴の足を止めるんだ。あ、今日はあいにく虫の居所が悪いんだ。で、恐竜野郎、やってやるぜ。入った。市民は完全に避難したか。まだです。グザードが停止しました。何？どうなっちまったんだ。へえ、葉月さんよ。まさか。ファーストミッション完了。はい。何の真似だよ。おい待てよ。どういう意味だ。なんで俺たちがこんなところに入れられなきゃなんねんだよ。おい、なんとか言えよ。チキショー、出しやがれ。うるさいね、まったく。今さらここで騒いだってどうなるもんでもないだろ。お前よくそんなに落ち着いていられるな。サラの言う通りだ、忍。俺たちがスケープゴートにされかけてんのは確かだが、今は葉月長官が何とかしてくれんのを待つしかねえ。だからってお前みたいに落ち着いていられるか。俺はこんな狭苦しいところは我慢ならないんだ。くそー。もう一度言いますが、重戦機体の4人に過失はありません。博士、かばいたい気持ちはわかるが、彼らは明らかに作戦ミスを犯したのですぞ。その結果、都市を一つ消滅させてしまった。彼らはそれを食い止めようとしたんです。だが彼らは失敗した。報告によれば、彼らは作戦を無視し、勝手な攻撃を加えたそうではないか。彼らに責任はない。全ての責任は指揮官として私が負います。だが博士が重戦機体長官の任を降りたとしても、国民は納得せんでしょう。しました。式部先輩、訓練生はみんな先輩たちのことを信じています。気を落とさないで頑張ってください。失礼します。可愛いこと言ってくれるよ。私たちにもあんな時があったんだね。誰が可愛かっただって。うっさいね。ごめん、マサト。ずっと考えてたんだ。どうして親父が逃げ出さなかったのか。あの人にしてみれば、あの家と運命を共にすることが一番の幸せだったんじゃないかって。軍事産業で築いた豊かさへの罪滅ぼしのつもりだったかもね。マサト、あんた、ごめん、つまんないこと話しちゃって。お、うん、まそう。いただきます。うん、うまいよこれ。うん、これはなかなかいけるよ。やっとお出迎えか。もう待ちくたびれたぜ。早いとこっから出してくれ。お前たちの処分が決定した。重戦機体は解散。お前たちは強制収容所送りだ。早く乗るんだ。うっせえな、分かってるよ。
出発だ。私たちこれからどうなるのかしら。軍の決定だ。そう簡単には釈放されまい。よし、出るんだ。ここは前の戦争で破壊された町をそのまま収容所にしたところだ。元重戦機隊には似合いの場所だぜ。何を。おとなしくするんだ。くそ。お前たちのねぐらへ案内する。ぐずぐずするな。おっと、女は別だ。何しやがる。しのぶ、来るんだ。待てよ。私のことだったら心配いらないからね。ちっくしょアリの這い出る隙間もなしってことか。藤原忍ってのはあんたかい。ここ出たくないかい。あんた誰だ。誰でもいい。どうなんだ。ああ、こんなところに隠居する気はないんでね。だったら今夜3時あそこのビルの前まで来るんだ。他の仲間にも連絡が行っているはずだ。何者だあんた。信用するもしないもあんたの勝手だ。おい、そこ何してる。さっさと仕事するんだ。すいません、トロッコの調子がおかしいもんで。じゃあな。あんた足元に何か落としてるぜ。小型のレーザーカッターだ。わかりました。あんたどうしてここへ。どうしてって、あなたをここから出すためよ。出すって、あんたにそんなことできるのかい。もう泣き虫だった頃の私とは違うのよ、サラ。三人のことなら心配しなくて大丈夫よ。悪いようにはしないわ。ええ。忍ぶ、ここだ。サラは？まだだよ。それよりどうする気だ。どうするって何がだ。このまま奴らを信用するつもりなのか。ここから脱出できるチャンスが少しでもあればそれにかけてみるさ。たとえそれが 1% でもな。よし、だがもうそろそろ時間になる。サラが来る前に中の様子を少しでも探っておこうよ。そうするしかなさそうだな。せっかく収容所から出られたっていうのに嬉しそうじゃないのね。他に心配事があるんなら話してみたら。ああ、変なこと言うようだけど、あんた本当に私の知っているさゆりなの。何言ってるのよサラ。私は昔からずっと道長さゆり。あなたは疲れてるのよ。今夜は私の部屋でゆっくり休むといいわ。そうね、
馬鹿げたこと言ってごめんね、さゆり。まだ来てないのかな。よく来たな。俺を信用してくれたってわけかい。まだ信用しちゃいないぜ。あんた一人かい。まあいい、下で仲間が待っている。ついてこい。待ってくれ、まだ一人来てないんだ。サラという女だったらもうここにはいないぜ。なんだって。今頃収容所のエリアから外に出ているはずだ。どういうことだそりゃ。詳しい話は後だ。おい待てよ。仲間の連絡によると、あんたらが来る少し前に管理局の道永小百合と一緒に出て行ったらしいな。道永小百合、そいつは何者なんだ。中央管理局のコンピューターシステムの生みの親、最先端の天才科学者だ。今の日本は彼女のコンピューターシステムで動いている。その女がなぜサラを。そこから先は俺には言えん。こっからあんたらを脱出させるのが俺たちの任務だ。任務？どこまで連れて行く気だ。もう少しだ、黙ってついてこい。ここだ。この穴の向こうが地下鉄のプラットフォームになっている。よく来たな、重戦機体の諸君。あんたらのことはよくアランから聞かされたぜ。アラン？アランって黒騎士隊の？あんたら一体何者なんだ。俺はフランシス。仲間は全員黒騎士隊の生き残りだ。みんなアランの部下だったってことか。だが今はバンディッツと呼ばれているがな。バンディッツ？元黒騎士隊がなぜバンディッツなどと名乗り世間を騒がす。我々はただの盗賊ではない。ある人の命令で目的を持って行動している。ある人？その目的ってのは何なんだ。それは監視されているとも知らずにご苦労だったな。貴様らの動きは全て筒抜けだ。重戦機体バンデッツ、貴様ら反逆者にはここで死んでもらう。くそ。君たちの逃走用にバイクが2台用意してある。うまく逃げ延びたら酒場へ行け。そこへ行けば全てがわかる。何としても逃げ延びてくれ。あんたたちは？俺たちは俺たちでやることがある。早く行け。分かった。くそ、ふざけた真似を。撃て撃て、奴らを一人残らず撃ち殺せ。撃て撃て撃て、奴らを生きてここから出すな。来て。くそ、逃がすか。そこばきで奴らを追うんだ。から先には行かせねえ。やれ。見つけだめ。バンディッツのクズ野郎が蜂の巣にしてくれるわ。あとは頼むぞ、抽選機体。人間は皆滅び去るのだ。さゆり、あなた。
バンディッツのリーダーはあんただったのか。フランシスたちは、彼らは俺たちを救い出すために。俺たちを収容所から救い出した目的を話してくれないか、レイミ。私たちと一緒に本当の平和と自由な世界のために戦ってもらうためよ。そこから先は私から話そう。長官、どうしてここに。どういうことなんだ、葉月長官。君たちには言わなかったが、私は極秘に調べていたことがあったのだ。以前から中央管理センターのやり方に不安と憤りを感じていた。そしてシステムの調査を進めていくうちに彼女たちの存在を知った。彼女は戦死した黒騎士隊隊長アランの恋人だった人だ。アランの恋人だったといってもたった半年間だったけどね。その半年間も彼は私のことなど忘れたように戦い続けていた。私はそんな彼が理解できなかった。そして憎みさえしたわ。でもこの世界に平和が戻った時、彼のしてきたことの意味が分かったの。でも今の世の中はどう？異星人の襲撃から地球を守るという建前による軍備拡張、そして人々の自由を束縛するコンピューターによる完全管理。こんなものを守るために彼は戦ってきたんじゃないわ。アランだけじゃない、本当の自由を守るために戦って死んでいった。たくさんの人の命を無駄にしたくない。人間の自由を奪う権利は誰にもないはずよ。このままだと人間はコンピューターによって完全に支配されてしまうわ。一連の事件を裏で操っていたのは道永さゆり。彼女の作ったシステムは日本中のコンピューターと結ばれている。管理センターのコンピューターの中枢にはプログラムの他に何か巨大な力が存在しているようなのだ。巨大な力？道永さゆりの作り出したプログラムがあらゆるデータを吸収して、そのデータの電子としてのエネルギーが新たな次元を作り出しているらしい。それでそれを阻止する方法は？直接コンピューターの中枢を破壊するしかない。信じられんな。いくら天才科学者とはいえ、プログラミングだけで次元を変える力を作り出すとは。その通りだ。必ず何か別の要素が介入しているはずだ。それも宇宙とか神とかの領域に近いエネルギー体がだ。何としてもこれを止めなければ、我々は次元の壁に飲み込まれ、全世界が消滅する可能性もある。ごちゃごちゃ言ってる暇はねえ。サラがそのサイリにさらわれちまってるんだ。俺はサラを助けに行く。こんなところでただ待ってるわけにはいかねえ。待て藤原。おっ、おっ、フライ反逆者ども。どうしたのサラ、そんな怖い顔して。何の騒ぎだい、これは。これね、あなたは何も心配する必要はないわ。私の言う通りにしてればいいのよ。さゆり、あんた何言ってんだい。あんた、まさか。あなただけは助けたいのよ。シロブたちはどこにいるの。あの人たちは私の計画に邪魔な存在なの。だから消えてもらったわ。なんだって。人間は愚かな生き物よ。だからこの世界は優れた統率者が完全に管理しなければダメなの。そのプログラムを私が作った。そして私がこの世界を動かしていくのよ。自分で何言ってんのか分かってんのかい。そんなことできるわけないだろ。それができるのよ。前にも言ったはずよサラ、今の私にはそれくらいのことはできる力があるの。分からない、一体どうなっちまったんだ。サラ、あなたもこれからは私の言う通りにしてもらうわ。分かったわね。待ちなさいよ、さゆり。サラ、あなただけは殺したくないのよ。だからここへ来てもらったの。分かってちょうだい。おかしいわ、あんた。私は常に正しいわ。おかしいのはこの地球よ。さゆり待って、さゆり、あんた間違ってる。しのぶ、時間がない。サユリのコンピューターシステムの中枢の巨大な力は日増しに成長しているようだ。その力が最大になる時は近い。何としても阻止せねばならん。
まずサラをサユリの手から救い出すことだ。わかりました、長官。俺たちでその力からこの世界を守ってみせます。行くぞ。待て、コンピューター中枢の力はムゲ・ゾルバドスかもしれん。気をつけろ。レイミ、長官を頼む。わかったわ。頼むぞ。いい部下をお持ちですね。誰か来るぞ。やっぱり来たね。みんながいつ来てもいいように重戦機の発進準備はできてるよ。クリス、行くのかい？ああ、やるっきゃないだろ。俺たちは重戦機隊だぜ。まもなく全宇宙を私の作り上げたシステムが支配することになる。愚かな人間たちに私の世界を汚させはしない。誰にも邪魔はさせない。しのぶ、俺たちはポイント A2 より離脱して地上から管理センターに向かう。俺たちが奴らを引きつけてる間にサラを救い出すんだ。サラを頼んだぜ、しのぶ。ああ、任せとけ。何、重戦機体だと？間違いありません。このタワーに向かってきます。そんなはずはない。大型スクリーンに映します。あれは重戦機体の輸送機です。クソ、奴ら生きていたのか。第一迎撃体制を取れ。奴らを B ブロックで止めろ。しかし彼らは。奴らは軍の管轄を離れて動いている。もはやただの反逆者だ。生かしておくわけにはいかん。奴らを殺せ。クリス、ポイント05で待機してくれ。了解。マスターと攻撃は威嚇だけにしろ。無駄な殺し合いはしたくねえ。分かってる。上空よりイーグルらしき機へタワーに向かって接近中のようです。何、イーグルだと？何をグズグズしている。タワーの防衛システムを作動させろ。殺せ。このタワーに近づけるな。今てめえらにやられるわけにはいかねえんだ。行こう。そう、サラです。サラを使っておびき出しなさい。そこで藤原を仕留めるのです。二人を消せば重戦機体は崩れます。わかりました。失敗は許されませんよ。クソ、これじゃ拉致が開かねえ。you
ライトのお目見えだぜ。忍ぶ、サラ、忍ぶ、お前が藤原忍ぶか。貴様、サラをどうする気だ。どうもしやしないさ。ただお前に会いたくてな。サラを離せ何がおかしいんだ。サラを離しやがれ。忍ぶ、貴様らにはここで死んでもらう。それでおしまいか。ならこちらから行くぞ。いつまで逃げ切れるかな。でも無駄だ。この化け物野郎め。さっきのお返しだ。遊びは終わりだ。特殊冷却槽。それまでだな。クーラントの中じゃ奴も助かるまい。うわ、貴様人間じゃなかったのか。はっ、お前ら人間みたいに簡単には死なんぞ。やっそあんなものどっから持ってきたんだ。整備中のヘリからちょっと失敬してやったのさ。そりゃお前らしいや。それどういう意味よ。あ、どうして二人顔合わせるといつもこうなっちまうんだろう。忍、ありがとう。惚れ直したか。バカ。お前らこれで勝ったと思うなよ。所詮お前ら人間は神に逆らうことはできんのだ。Huh?
行くぞ。はっ、コンピューターロックオフ。 DALCOUGA ダンクーガ。俺ダンクーガメ、私の本当の力を思い知るがいい。我が宇宙に眠る悲しき魂どもよ。愚かな人間どもに怒りを持って答えよ。この手だぜ。後ろから敵だ。何？うわっ！あら！チキショー、もう許さねえぜ！焦ったら奴の思うツボだ。所詮奴は影にしか過ぎん。コントロールしているものは奴の後ろにあると見た。そいつを叩きゃいいんだな。シロブ、急がないと手遅れになるよ。分かってる。何？ちくしょう、身動きが取れねえぜ。さゆり、とうとう来たわね、サラ。褒めてあげるわ。私の作り上げたシステムはこの世界を支配する。私はそのプログラムのコア。私自身の頭脳と精神がこのコンピューターと合体した時、新たな私の宇宙が誕生する。その時こそ真の神が復活するのだ。その声は無下。久しぶりだな、神の名を語る愚か者め。貴様の目的は何なんだ、無下。私は宇宙そのもの。愚かな人間たちを私の世界に導いてやろうというのだ。こうだ、さゆりを撃て。できるか、神を無下の宇宙から連れ戻すんだ。分かってる。本当のさゆりを守るために、私が撃つ。本当のさゆりを救うため。さゆり、サラ、あれ。さゆり。よ、彼女をサブブロックへ頼む。分かった。一足遅かったようだな、ダンクーガ。すでに我が宇宙は動き始めた。
ことは一体どうなっちまってるんだ。貴様らも私の体の一部となるのだ。いかん、このままでは全身溶かされちまうぞ。出した、外から攻撃する。ダメだ、避けるんだ。うわあ、シノブ大丈夫か。シノブ、シノブ、シノブ返事して。おい、シノブ、シノブ。サラか。シノブ大丈夫？あ、なんとかな。みんな無事か？いけねえ、目がかすんできやがった。シノブ、何ぼーっとしてんだよ。新しくないよ。私はシャキッとしたシノブが好きなんだから。シノブ、だから死なないで。が好きなの。サラ、どうした、もうそれまでか。所詮は不完全な生命体、私の前にひれ伏すがいい。ちくしょう、いつもならあんな奴ぶっちぎってやるのに。忍、俺に任せな。生物がいくら集まろうと、もはや私の敵ではない。藤原、フォーメーション D3 だ。できるか。やってみるしかなさそうだな。私がフォローするわ。頼むぜ、サラ。もっと腕を伸ばして。本当の無限の位置はもっと下だよ。よし、わかった。貴様らに何ができるというのだ。愛の心にて悪しき空間を断つ。名付けて断空。真珠になる。
to cry 傷つきながら優しさを知るみんな翼のない天使だぜ愛は残酷なメリーで夢を見すぎちゃいけないよここは現実のパラダイス傷ついて抱きしめて素敵なドキュメント描くぜ固い絆によって結ばれたお二人が神とお集まりの多くの人々の祝福の前で結婚の誓いをすることになりました。まことの神は人々の自由と幸福を永遠のものとし、未来を誓う若い男女に消えることのない愛と限りない祝福をお与えになることでありましょう。幸せそうねそうだなリョウ、ダニエラ、幸せんなサラ、はいシノブやったぜTouch my heart, touch my sweet love